皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。今回アナウンサーを務めます松阪高校放送部2年、浅野由衣です。よろしくお願いします。さて、松阪高校では先日期末テストがあったのですが、私はそこで50点満点中8点を取ってしまいました。順位はもちろん最下位。思わず笑ってしまいました。高校2年生のこの時期、正直笑っている場合ではないのですが、笑う門には福来たる。皆さんもどうか笑ってニュースをご覧ください。それでは今回のラインナップです。12月18日、三重県唯一のフルマラソンとなる三重松阪マラソンが2年越しに開催されました。滝上市長が12月の定例記者会見を開きました。三重県で初めてとなる三重県棚田サミットが飯南産業文化センターで開催されました。現在松阪市立歴史民俗資料館では肝臓品展、眠っていた宝物たち、その昔大切に使っていたもの、大切にしていた品々が開催されています。